皆様、こんにちは。杉村と申します。今週も Workout Wednesday の Week36 の解説をしていきたいと思います。今週のお題は、マリメッコチャートを構築してみましょうという課題になっています。イントロダクション飛ばしまして、実際にビューで見ていきたいと思います。今週のお題は、メイル、フィーメイール、男性と女性のジョブレベルのですね、 割合というものをマリメッコチャートを使って表現するというものになっています。マリメッコチャートの見方としましては、今、エントリーレベル、マネージャー、シニアマネージャー、VP、シニアバイスプレジデントという並びで、ジョブレベルが左から右に流れてますけれども、こちらですね。まあ、こちらが割合になっています。 で、メールとフィーメールがまたここ割合になっています。例えばエントリーレベルの社員というのは全体の53%の一定ですね。その53%の社員のうちメールが男性が占めている割合が54%、女性が46%ということになります。2つ以上の列、ディメンションを活用して その大きさと割合を見ていきたいときに非常に有効なチャートタイプになってくるかなと思っております。それではですね、実際にこの問題を解いていきたいと思いますので、解いていただく方はこのデータセットからですね、Google ドライブにアクセスしていただいて、データをダウンロードし、お手元のタブローデスクトップで開いていただけますでしょうか。 はい、それでは開いていただきましたら解いていきたいなと思います。まずデータの中身見ていきますと非常にシンプルです。ジョブタイプ、サブタイプ、パーセンテージそしてデータのレコードのカウントというものになっています。ジョブタイプを行にそしてサブタイプを行に入れていきます。そしてパーセンテージを入れていってカウントもダブルクリックで落としていきます。 そうすると集計表になりましてこのジョブタイプとジェンダーごとに1レコードという非常にシンプルなデータになっています。でこちらのパーセンテージというところがですね各ジョブタイプごとにその男性女性の性別ごとの割合と いうものになっていまして、例えば C スイート、C レベルの役員クラスの方というのは、男性が81%、女性が19%ということを示しています。で、このトータルというのがですね、あの特徴的、データとしてはあの特徴がありまして、こちらはシールスイートがで1%、エントリーが53%ということで、 ここの全体のトータルを落とすと100%になるというものになっています。はい。ではですね、今回のチャートを見た、マリメコチャートを見たときに、まずメールとフィーメールのこの各ジョブタイプごとの内訳というのはすでにデータがこちらにあります。 0.19、0.81、0.46、0.54ということで、それは縦の内訳になってくるかなと思います。一方であの、まだ計算が行われていないのは、この各ジョブタイプごとに何割割合ですね、いるのかというところが計算が行われていないです。はい、では、その計算を行っていくときにですね、計算フィールドを書きます。 作成しまして、フィックストのジョブタイプごとに、その割合を固定して計算を導き出したいなと思います。フィックストジョブタイプ、そして、ここはサムでもミンサムでもミンでもどちらでもいいんですけれども、パーセンテージ、そしてカギカッコです。この計算が導き出すのは、パーセンテージ、 えー、パー・ジョブ・タイプという名前をつけますけれども、えー、パー・ジョブ・タイプです。はい、えー。この計算が導き出すのは、実際にデータの中を入れていきますと、えー、っとですね。はい、えー。こんな感じです。まずこのトータル・パーセンテージパー・パ、えー・ジョブ・タイプを、えー、数値形式でパーセンテージに直して、 小数0で見ていきます、はい、そうすると、101%、153%という計算が行われるんですが、これが意味しているのはここのですね、ジョブタイプごとにパーセンテージを集計した結果というのが、この101%ということで、ジョブタイプごとにその集計結果を固定するということが行われています。ですが、あの先ほど申し上げたように、欲しいのは各ジョブタイプごとの トータルのですね、割合になりますので、それをどのように導き出せばいいのかというと、こちらですね。このサムの中にですね、if を入れまして、そしてサブタイプをこの if の中に落とし、イコールのトータルです。トータルに絞り込みます。そしてパーセンテージ。そしてエンドですね。こちらで。 そうすると、ここですね1、1%で各ジョブタイプトータルだけを見ればいいので固定するということができています。もちろんこの1から5%までのここを全部足せばですね、ジョブタイプごとに100%になって、ここの計算の値が取得できるということになります。もう一つ、計算を作っていきます。マリメッコチャートを作るときには、 必要になる計算がありまして、作っていくんですけれども、まずはじめにですね、サブタイプを、あ、ジョブタイプを右クリックの規定のプロパティで並べ替えを行います。手動でエントリーレベルが一番上、C スイートが一番下、マネージャー、バイスプレジデント、シニアバイスプレジデントです。 で、今回、次に作らないといけない計算式がありまして、その計算式というのは、マネージャーというのは、ここのラインから某グラフを作る。そして、シニアマネージャーはこのラインからということで、横軸で見たときに、例えばエントリーレベルが53%いるので53、53%からですね、このマネージャーをのグラフを描くということになります。 ですので、どの、どこが視点なのかという値をですね、それぞれのジョブタイプごとに持たせる必要があります。具体的にはエントリーレベルは0%から、マネージャーは53%からということになります。ですので、エントリーは0、マネージャーは53ということで持たせてですね、さらに積み上げになりますので、53から28を足すと、ここはですね、81、 からシニアマネーージャーはとととななるということになりますその計算方法を作っていくんですけれども一度集計した結果を再集計して表内で計算する行為は表計算になります w i n d o w s ム計算を使ってここの53とか28を使って計算しますそしてここではファースト関数を使いましてそしてマイナス1を指定します このマイナス1を指定する意味というのは後でお伝えしたいなと思います。で、適用としまして、ここに計算1を落とします。はい。で、表計算で注意していただきたいのが、この0.53で計算されます。 そして次は表下方向で表計算が行われているので0.53の次は1.060になりますということを言ってるんですけどもジョブタイプごとにこの53、28を足して81ということであの意図している計算結果とは違うんですねですのでここで計算位置を表内の計算を指定しましてジョブタイプとサブタイプに沿って で表計算を行いま,すまずこれは正しいですで。実行レベルをジョブタイプにすることによって、ジョブタイプごとに、このジョブタイプとサブタイプに沿って、ウィンドウサム計算を行う。つまり53、53%がここに来て28、28%を埋めて、計算、足して0.81を次のところに持ってくるということになります。こういった計算が求めたい値ですね。こ,れこちらが視点になります。 マネージャーは53%から、シニアマネージャーは81%のところから視点して、グラフを書いていくということですね。で、ファーストマイナス1と言っているのが、ウィンドウサム計算を行うと、通常、ここの表内全体を計算するわけなんですけれども、ファーストを使うことによって、ファーストの値0です。そして、マイナス1、マイナス2という 値の振り方になっていくので、マイナス1から計算してほしいということで、ここではマイナス1を指定しているということになります。で、ここが空白になってしまっているので、空白を埋めるために、zn 関数を頭につけて、zn でくくっていきます。これで0,0,0になりますね。はい。で、こちらの計算式は、マリメッコ、x アクシスとしまして、 マリメッコを作るときの X、A、軸になるものがこちらに該当します。はい。で、今回フォルダを作っていなかったので、フォルダにグループ化を行って、もともとあったフィールドと今回作ったフィールドを分けてあげたいなと思います。オリジナルに入れて、パーセンテージもオリジナルです。こちらも、そしてフォルダ作って、2です。 えー、wwwweek36 です。はい。マリメックアクシストータルパーセンテージ。はい。こんな感じですね。でここまで計算ができましたら、えー、もう後はですね、あのー、こちら <laughs>、えー、マリメックチャートを作っていくだけになります。で、えーまあ、冒頭で申し上げてなかったんですけれども、今回パーセンテージがすでに計算されておりますが、 こちら、計算されてなかったとしても、タブローの表計算の機能を使って、計算を導き出すことはできるので、こういったデータをあらかじめパーセンテージで内部で持たせているデータだからできるというわけではありませんといった点は補足をさせていただきます。シート1でカルクスとします。そして複製を行いまして、ここをマリメッコとします。 はい。どのように作っていくか。まず、ジョブタイプを詳細に落として、サブタイプも詳細です。で、このパーセンテージというのが、このメールとフィーメールの内訳になるので、こちらを列、行方向に落とします。そして、マリメッコ X アクシスというのが横で、これが積み上げたウィンドウサム計算したものです。列に落とします。そして、自動ですね。 で今回、メールとフィーメールだけになるので、サブタイプでフィルターでトータルは外します、はいで。このトータルパーセンテージパージョブタイプというのが、ここのエントリーレベルは53%、マネージャー28%ということになるので、この棒グラフのサイズにですね、それを落とすと、パーセンテージの分だけこの範囲を作ってくれます。 トータルパーセンテージパージョブタイプをサイズに入れまして、ここを固定にすると、そうすると、列方向のマリメッコ X アクシスというのが連続軸になっていて、サイズを手動から固定にして左揃えにすると、左から指定して、そのサイズに対して棒グラフのサイズを規定してくれるというものになります。 では、ここまで行きましたら、サブタイプを色に落としまして、フィーメールは逆ですね。そして、色を選択し、ワーク線は白です。そして、メールが、ここスポイントで取ってしまいます。青、フィーメール、赤ですね。OK です。はい。こんな感じですね。はい。 であとは、あの通常、まあ、非常に簡単な方法はですね、まあ、ジョブタイプをラベルに入れて、サブタイプをラベルに入れれば、もうそれぞれが何を示しているのか分かるので、これでラベル表示いいんですけれども、今回の問題であの少し癖といいますか、難易度が高いのはですね、左上にだけラベルを表示するというところです。こちらに関しては、 あのまず、あ、触れていきますけれども、まずメールは1の MAX の一番左側にあるので、リファレンスラインを作って、表のパーセンテージ、ここが定数になって、1を指定します。そしてラベルはカスタムで、ここにメールと入れます、はいで。ツールヒントはなしです。で、線もなしです。 そうすると、この上にメールと入ります。で、このメールについては、書式設定で配置を下方向にし、フォントサイズを12、編みかけをゾロにすれば、こんな感じでトップラインにメールと入れることができます。で、フィーメールについてはどのように入れるのかというと、例えばここは46%ラインなので46を指定したくなるんですが、 あくまでデータが変わる可能性もありますし、固定にするのはあまり良くないと思います。ですので、どのように取るかと言いますと、データで、計算フィールドで、if、first 関数を使います。first イコール0です。first イコール0と言っているのは、ここをですね、0、-1、 マイナス2というフラグを作ったときに、ここは0の位置になって、この0の左上に置きたいので、ファーストイコール0としています。そして、ここではサムパーセンテージですね。えー、サムの、えー、パーセンテージですね。で、えー、こちらエンドです。はい。 で、えー、こちらの表計算なんですけれども、えー、ファースト関数が使われています、えー。これは表計算の関数になります。えー、例えば、ファーストイコール0というのは、あのー、こちら0なのか、ここは0なのか、これ0マイナス1、マイナス2、えー、マイナス3という形になるのか、えっ、ー、と、ここは0になって、0マイナス1、 えー、マイナス2っていう形すいませんうまくか,かけてないですけれどもになるのかあの順番を規定する必要があります、えー、そこで、まあ、ここではジョブタイプっていうものを指定して計算の方向を、えー、作っていきますで、えー、適用ですねでここではあの女性のみのパーセンテージの0.46というところに線を引きたいわけなので、えー if サブタイプイコールのフィーメイル全パーセンテージエンドですね。これでファーストイコールゼロの女性のパーセンテージが算出できます。フィーメイルラベルポジションですね。はい。で、OK です。 これれを回答に入れておきますそして、こちら、詳細に落としまして、で本来ですと、ここの表計算でいろいろですね、あの表計算編集でどこをファーストイコールゼロの値にするのかとかを決めないといけないんですけれども、私がお見せしたとおり、表計算のもう、ここの規定の表計算の指定がされているので、問題なければ、リファレンスラインで、パーセンテージ表に対して引く。 そして、詳細に入れておけば、フィーメールラベルポジションが使えるので、この0.46の位置にラインを引くということができているということになります。で、ここでは定数、えー、と,と、違いますね。えー、と、平均のフィーメールラベルポジション、ラベルはカスタムでここにフィーメールと入れると。そしてツールヒントはなし。線もなし。 そして、えっ、ー、と、OK です。で、ここのラインが、え、書式設定で、え、配置が垂直方向をした、え、編みかけが、え、0ですね。はい。で、フォントのサイズが12です。はい。よいしょ。 で、色の割り当てを行って、まあ、必要に応して太字と。今回、太字、メールの方は太字にしていないので、太字設定はやめます。はい、こんな感じですね。はい、そうすると、フィーメール、メールとラベルを1箇所のみに入れるということができます。そして、お手本を見たときにもあの、リファレンスラインの特徴ですけれども、 ここに見えないラインが引かれてます。ですのでクリックできてしまうんですね。はい。なので確実にこの回答に関してもリファレンスラインでフィメーメルとメールのところを入れているっていうところは言えるかなと思います。一方でこの equal proportion という50%のところにラインを引いてるんですけれどもこちらはカーソルを合わせても何も線の存在が確認できないので え、リファレンスラインではないということがわかります。では、こちら何なのかというと、えっと、おそらく、この軸線を使っているのかなと思っていまして、軸の編集を行い、そして、まず固定で1.05なんですが、1です。そして、メモリが、これが0.5単位にしてあげればですね、 はい、この0.5のラインに対して、書式設定で、線を入れてあげるということができます。えー、っと、軸線編み、この線のグリッド線、点線、グレー線ということで、イークワルプロポーションの50%ラインに線を引くということが可能になります。 はい、そして、こちらのパーセンテージはヘッダーの非表示です。マリメッコエクサキシスについても非表示にします。で、縦の列線が入っているので、枠線は、えっ、ー、と、えー、こちらですね。グリッド線を消します。そうすると消えますね。はい、こんな感じですね。 それではですね、このツールヒントの中を変えていきたいなと思います。エントリーポジションズ、メイクアップですね。エントリーポジションなので、ジョブタイプがあって、エントリーポジション、ポジションズ、メイクアップ、そして53、53%なので、 こちらは横になるので、マリメッコ X アクシスですね。が53%オブジョブズです。そしてサブタイプが性別になり、こちらがメイクアップ、アップ、男性と女性の比率はこのパーセンテージ。 でしたので、メイクアップパーセントオブ、えー、ジョブタイプ、ジョブタイプ、えー、ジョブズとします。はい。これで残りを消してしまえば、おそらく問題ないかなと。えー、っと、このマリメックエクサキシスではなくて、えー、このトータルパーセンテージパータイプですね。 これでいいかなと思います。で、このポピュレーションパーセンテージについては、書式設定でパーセントに変えておきます。ペインですね。はい。で、パーセントに変えておく。はい。そうすると、まあ、こういった形で変えられます。はい。で、コマンドボタン、カテゴリーボタン、除外しておいて、12ぐらいに設定し、はい、こちらの 目立たせたいところだけ黒いボールドを入れておきます。私、癖であのカーソルこうやってしまうんですけれども、ここに合わせれば太字に変えられますね。はい。こんな感じです。はい。えー、では、まあ、仕上げに入っていこうかなと思います。まず、こちらに関しては、あのテキストですね。左、下と右ですね。 についてはテキストで入れているようでしたので、えー、こちらあまり気にせずに、えー、かつ1000、まずここは1000ピクセルですね。はい。で、えっ、ー、と、不動,不動です。で、マリメッコチャートを落としまして、えー、これ水平方向でまず入れていきます。で、水平方向でシフトを押しながら落とし、えー、そして、えっ、ー、と、 まあ水平方向なので、縦の関係のワークシートですね。これダブルクリックすると、オブジェクトで動かせます。そして水平方向を入れます。テキストです。中央揃えエ,エントリーレベルです。まず入りました。これ、コピーペーストで、2つぐらい前のバージョンから入れられあのコッペができるようになったので、コッペしまして、 次はマネージャーです。はい。で、またコピペ。で、えっ、ー、と、隣に、と。入れていって、えー、シニアマネージャー、車、えー、線ディレクターですね。ダーですと。はい。で、テキスト。 コピペせずに入れた方が早そうですね。で、VP です。で、またシフト入れて、SV、シニアバイスプレゼント。で、一番右に C レベルですね。C レベル。はい。こんな感じです。で、これが横、横の関係垂直方向で水平方向に入れると。 こんな感じですね。はい。で、これを、不動を解除します。で不動を解除すると、一番外にタイルができるんですが、私は消してしまいます。で、垂直方向で、まあ、空白をちょっと余白取りたいので、20ぐらい開けておきます。えそして、このマリメッコのタイトルを変えます。The、えー、パーセンテージ、The、えー、パーセンテージオブ えー、ウーメン、デ、え、ィ、ー、クラインズ、えー。ジョブレベルが上がると、女性の、えー、採用率というのが、男性に比べると低くなりますというタイトルを付けます。h i g h えっ、ー、と、ジョブタイトル。で、えー、適用です。で、えー、中央揃えです。 で、色を赤にしておきます。はい。こんな感じですね。よいしょ。ここ空白が空いてるように見えますけれども、ここかな タイトルと、えっ、ー、と、ビューがかなり離れているように見えているんですけども、おそらくこの101.05になっているからですね。これ1にすれば近づきますね。はい。です、えー。ヘッダーを非表示です。これでいいかなと思います。はい。で、えー、こちらを のタイトルがエントリーレベル、そしてマネージャー、シニアマネージャーという形で、えー、と合わせていきます。はいまあ、少し大体になってしまいますけれども、こんな感じですね。で、えっ、ー、と、こちらは、そうですね、あの外部パーディングゼロにしておきます。 で、えー、縦幅が足りないので、ちょっと縦幅入れておきます。はい、こんな感じですね。で、この横に、えっ、ー、と、こちらのビューのですね、えー、まあ今見えづらいですけれども、えっ、ー、と、このようなレスイクオリティとかをですね、入れていく必要があります。で、この空間を作っていく必要があるので、えー、こちらを、 ししててまっ,てえっとですね右側だけ、例えば空白を10ぐらい開けると入れられるスペースが出てくるのでここに入れていきます。ここはもう不動で置いてしまおうかなと思います。ダッシュボードに切り替えてテキストです、e。イクオリティプロップ ーションズですね、はい、でここに置いておきますこんな感じでしょうかはいでここでまたコッペして次はレスクオリティですね レースクオリティです。で、矢印はあのイメージを入れてたんですけれども、ちょっとイメージの用意ができないので,きてないので、えー、ここに縦線を入れてですね、えー、そして、えー、逆スラッシュは、えー、Mac だとオプション N ですね。で、縦線入れて、斜線入れると。こんな感じで一旦代替してしまいたいなと思います。今回に関しては。はい。 こんな感じですね。ちょっといまいちあの、高さですとか、一部合ってない部分も、えー、あるかなという気がしますが。はい。ちょっとここはタイトルとどうしてもなんか離れてますね。こんな感じ。あ、これでいいですね。空白が入ってましたね。はい。こんな感じです。はい。えー、以上になります。 いかがだったでしょうかあのマリメッコチャートをよくいただくあの、たまにですね、いただく課題で、タブローで難しいとお答えしがちなんですけれども、表計算,表計算と LOD 計算を使うことでできるということになりますのであの、少し慣れていただければ問題なくできる。 かなと思っておりますで概要欄の方に、あの今回、パーセントがすでに男,男性調整で計算されてましたけれども、それが計算されてない場合にも、えー、と行うためにです、ね、行えるということで、まあ、サンプルスーパースター、英語のデータセットですけれども、私が作ったものを概要欄に貼らせていただくので、 もともとパーセントが計算されてない場合にはどうすればいいのかっていうのは、あの、多少用が、あの、していただければできるんですけれども、もしわからなければタブローワークブックダウンロードして、こちらのサンプルも見ていただけたらなと思います。はい。それでは、ワークアウトウェンズで、ウィーク36以上になります。お疲れ様でした。